か、うん、自分で作ったんだから自分で直せる、うん、自分次第直せるんだってことを講演で言ってて、うん、病気ってあの悪いことばっかりじゃないなって、やっぱり僕は昭和式がんですねって言われた時にホッとしたんですよね。ホッと送って生きてるだけでいいんだと思ったんです。生きてるだけで素晴らしいじゃないかって思ったんです。改めて、うわ、やっぱ言葉って大事だなって、がんのイメージを変えたいっていうのがあるんですけど、そのためにまずはがん患者が変わらないといけない。ああそうかって、そしたらそれを自分が体、あの自分がそれをどんどん発信していける教師っていうところに、なんか今気持ちが向いてるんですよね。死にたくないよりも生きたいって思ってたし、このままじゃ終わりたくないっていうよりもここから始まるって思ってた。